さんもお風呂は入りましたか？ここは眠れない皆さんが集まるカフェシーパルシープです。入店条件はお風呂に入っていることだけ。本日も一日を終え頑張ったお客さんたちでにぎわっています。ということでまだ起きている皆さん、入店ありがとうございます。シーパルシープのお時間です。ラジオの電波は FM79.7MHz、 アプリはリスンラジオ、毎中のラジオをジャックして放送しております。メッセージはのんのん igq@gmail.com、 nonnonig9@gmail.com までお待ちしています。 X でもハッシュタグシーパルシープをつけてコメントをいただけますと嬉しいです。それではお時間まで私のんのおしゃべりに皆さんお付き合いください。皆さんこんばんは、オーナーののんです。皆さんお久しぶりです。約1ヶ月ぶり。本当にちょっとお休みが続いてしまい申し訳ございません。いろいろ私 FM ギノワンで土曜日にアルバイトとしてやってるんですけど、そのもともとお休みいただいてた日が今月は多かったのと、インフルエンザになっておりまして、その関係でちょっとお休みが続いてしまいました。本当にごめんなさい。楽しみにしてた方もたくさんいたと思うので、もう今日はあるので、みんな楽しんでいってくれたらいいなと思います。今週のではのんの本日のおすすめは台風ということで、ちょうど今内地に台風が来ていますよね。さっき調べたら台風7号か、17日未明から明け方にかけて東北の太平洋側にとあるので、今撮ってるのが1月17日の深夜12時なので、本当に今くらいかな。中心の気圧は950、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートル。まあまあでかいやつが関東の方に行ってるみたいですね。関東の皆さん大丈夫ですかね。私の友達も関東にいる子が多いので、ちょっと連絡してみようかな。この今日のテーマの台風っていうのは1ヶ月以上前に決めてたので、この台風が来たから今日は台風っていうテーマってわけではないんですけど、ちょうど大きい台風がね関東に来てるということで、なんか最近沖縄に来る台風少ないですよね。今年もまだちゃんと来てない。前来たのは離島にちょっと強い台風が来てたけど、本当に来てるのはあんまりないですよね。温暖化が進んでるせいなのか私にはちょっと分かりませんけど、もしそうだとしたらあんまり台風が行くことのない地域に行くのは本当に大変ですよね。なんか沖縄は多分みんなよく来るから慣れてる人も多いかもしれないけど、慣れてない地域のとこに行ったらそれはそれで対策とかも大変だし、まあ、沖縄に来たら来たでもそれはそれでも大変だけどどこにも来ないのが一番なんだけどね台風といえばなんかもうすごい思い出はたくさんありますね。私は台風が多いこの沖縄という地域で生まれ育ったので、去年に8月にそういえば台風が来てて、その時私資格試験を取ろうとしてて、でなんかもう
ちょっと勉強が間に合ってなくて、やばい、このままなんか台風来たら落ちるぞみたいな、あ、台風来たじゃない、このままなんかそのまま開催されると試験が落ちるぞってなって、めっちゃ焦って勉強してたんですよ。そしたらなんか試験当日に台風が来て、でなんか見事ね2週間後に延期しますってなって、でちゃんと合格することができました。あの台風の中で一番それが嬉しかったですねあとね、台風沖縄の場合は小学校中学校とか学校はバスが止まったら、バスが止まったじゃない、暴風域出たら学校休みになるじゃないですか。でなんかその朝とかは朝から台風が来るよっていう日はもうみんなで朝 NHK とか見て暴風警報が発令するのをちょっと楽しみにしたりとかあとはなんか昼学校行った後に台風の暴風警報が出ますってなった時にはなんかいつもは歩いて帰ったりするのに親が迎えに来てくれるのが嬉しかったりとか、そういう思い出が多いですね。台風の日はもう停電しない台風が一番楽しいんだけど、停電したらね、だいたい台風来る時期って夏だから暑いし、スマホも充電切れちゃうから、ね、何もできなくなっちゃうから、まあ、最悪なんだけど、停電しない時はなんか一日中 YouTube 見てたりとかして過ごしてましたね。なんか私は少し弱い台風の時とかになんかお父さんスリルを求めるタイプなので、なんかこれも今だったらちょっと避難お詫び、避難されちゃうかもしれないけど、ちょっと外に出てなんかキャンプ用の椅子とか出して、お父さん外でワンピースの漫画とか読んでなんかワイルドなことをしてましたけど、まあ怪我してないからねそれはいいんだけど、本当に台風の時は外に出ちゃダメですからね。あのドアとかめっちゃ急に閉まって指挟まったりとかするし、怖いもの見たさで海とかに行ったらね大変だし、もちろん今お盆だから海に行ったらダメなんだけどね、台風は怖いですから皆さん気をつけて過ごしてくださいね。北海道とかって台風やっぱ来たことあんまりないのかな。台風、そっか、北だもんね、北だし台風のルートにあんまりいないからねっていう今ふとした疑問でしたね。じゃあちょっとメールに行きますか。今週はいつヤンキッズさんから来てます、ありがとうございます。のんちゃんこんばんは、やんきちです。今夜のテーマ台風、昔の台風はすごく強くて親父と家の雨戸を釘で打ちつけるのが毎回でした。やんばるの川も濁流で橋の上まで、川からは大木が流れ、そして農家の豚さんも流されて海へ。もちろん小学校はお休みでしたよっていうというメールがをいただきました、ありがとうございます。え、なんか釘で打ってたの、てか昔の方がなんか強いんですね。今の方がなんか海面の温度とかも上がってきてるから、それで強くなってるイメージがあったんですけど、昔の方が強いんですね。それがまず驚きでした。
で家の雨具を雨戸を釘で打ち付ける。飛ばないようにそんなにするんだ。なんかなんだっけ、窓割れないようにガラスのとこになんかガムテープで補強するとかは聞いたことあるんですけど、そんなにしてたんだ。昔コンクリートの家かな。でもすごいやっぱ台風対策って大事だからね、みんなもちゃんとやりましょう。なんか川もね暴れちゃうから。で農家の豚さんも流される。へえ、そうだ、その時って家畜ってどうしてるんだろうね。家畜はなんか家畜も避難させるんですかね。でも避難できないか、家畜も家畜小屋を補強するのかな。これもちょっと教えてください。農家の豚さんも流されて、海に行っちゃうの、溺れちゃうじゃん。そしたら豚さんもかわいそうだし、農家の方も商売にならないし、やっぱ台風は被害が大きいですね。小学校は休みなのはまあ一緒だね。一緒ですね。やっぱ登園するっていうのが危ないからね。小学校お休みになった時は私も超嬉しかったです。で、私たちの小学校がお休みになるよっていうのが決まったら、次はなんか親が、私の親の職業はバスが止まったらまあお休みみたいな感じだったので、バスが止まることを次は親が願うっていう、そんな感じでしたね。懐かしいの。今年も来るのかな。私は今日からちょっと夏休みになったので、今来ても学校はもうお休みなのであれなんですけど、そうだ、去年だったか一昨年だったか、去年だ。なんかまだ夏休みじゃない時に、夏休み前のテストの時に台風が来て、多分その台風あれ2連チャンで来ましたっけ。さっき話した台風と同じ台風だったか別の台風だったかちょっと覚えてないんですけど、まあ、多分時期はほぼ一緒だったんだけど、テストの時に台風が来てテストができなくて、でなんか後期夏休み明けにテストをするっていう謎のなんかテストを後回しにするっていうのがありましたね、去年。だからなんか勉強するのが大変で、あんまりテスト前に勉強しようと思ったら全然忘れてて、なんかその夏休みの1ヶ月でわーって思いました。なんか大変だったな、復習するのとかが。でもね、無事こうして進級はできてるのでね、あの時頑張ってよかったなと思います。今回のテストはもう無事に終わって夏休みに突入してるので、多分単位は大丈夫だろうと思ってます。いや、それでは一旦のんの本日のおすすめはここら辺で終了いたしまして、じゃあもう一つのコーナーの方に移ります。本日の店内 BGM、 このコーナーでは私の好きなアーティストや最近注目しているアーティストを紹介したり、私の最近の音楽活動をお話し、音楽活動のお話をするコーナーです。いつもは私の好きなアーティストとかを紹介してるんですけど、でその方の曲を流してお話ししてるんですけど、今日はねこの前あったライブの話をしようかなと思います。多分今バックでは私たちの曲
私がやってるアイデリックリリックっていうバンドのシャイニングロードっていう曲が多分流れてるかと思います。この曲は各種サブスクで聴けるので、皆さんよろしければたくさん聴いてください。あと YouTube に MV もあるので、最近ちょっと1000回再生くらいって結構私嬉しくて、なんか3日に1回くらい YouTube で調べてなんか再生回数確認してるんですよ。1000回になっててめっちゃ嬉しかった。皆さんアイデリスペース、シャイニングロードとかって検索したら多分 MV 出てくるので、 YouTube にあるのでぜひ見てください。終始眩しそうな顔をしてる私が映ってると思うので、ショートカットの子です、私はよろしくお願いします。いや、ちょっとこの前行われた7月27日の土曜日ですねに行われたダウンオンボリューム1っていう私たちの初めての主催ライブのお話をちょっとしようかなと思います。コウさんのジグザグさんっていうライブハウスの方で開かせていただいたんですけど、私たち含めて4バンドかな。最初に私のオープニングアクトを含めて、それ含めたら5なんだけど、私が最初にオープニングアクトで自分の曲2曲を弾き語りして、その後にハウルさんっていうヨルシカっていうヨルシカさんっていうバンドのコピーバンドをしてるハウルさんと、の次にサブフォアさんっていう3ピースのボーイズバンドの方と、次にキャットベアーズさんっていう、この方たちも3ピースバンドなんですけど、ボーカルとドラムの方が男性の方で、ベースが女性の方で、その最後に私たちっていう感じだったんですけど、結構盛り上がって私は嬉しかったです。っていうのも、私たちが最後だったんですけど、もう前のバンドの方たちがすごい温めてくれて、なんか MC の仕方とかもすごいなんか勉強になったりとか、もちろん演奏に関してもなんか楽しかったしたくさん盛り上がって嬉しかったしっていう、結構いいライブのいいライブでしたね。で、なんか多分このラジオを聴いてる方も、来てくれた方も何人かいて、それもありがとうございました。またライブがあるときはよろしくお願いしますで、なんかこの一緒にやったバンドの方とも交流できたっていうか、おしゃべりできたので、それも嬉しかったですし、なんかね、輪が広がったというかそれも嬉しかったので、それが結構上位かな、嬉しかった。ライブがね、楽しかったのももちろん良かったけど、なんか輪が広がったんだ、個人的にはね。あと細かいことで言うと、私受付をしてたんですけど、そこで私なんかバイトでレジとかやったことないので、あんまりお金を合ってるかが超不安だったんですけど、まあ1円も誤差なく行けたので、それも結構嬉しかったあとなんかやっぱ1回目私たちがライブに出たのは、最初にね、去年の8月かななんですけど、その時よりも全然なんかリラックスして MC もできたし、ちょっと歌詞飛ばしちゃったけど、それはごめんなさい、演奏もできたから、それもすごく良かったなって思う。初
反省点もいろいろあるんですけど、それも次に生かせればなと思いました。で、本当なら、あ、そっか、すいません、日付を間違えてましたね。7月28日だ。さっき私27日って言ってましたね。すいません、28日にありましたね。で、本当なら8月3日にもライブハウスグルーヴさんで地獄車さんの主催ライブにお呼びしていただいてたんですけれども、ちょっとメンバーに体調不良者がちょっとたくさんたくさんというか、まあ、インフルエンザ私含めてが出てしまって、もう出演キャンセルになりました。これは本当にいろんな方に迷惑をかけたので本当に申し訳ないです。本当に出たかったんですけど、地獄車さんもすごくなんか優しく接してくれて、また誘うねとも言ってくれたので本当に嬉しかったし、本当に悔しかったし、出れなかったのが、またなんかこんな機会あったらいいなと思ってます。なんかそうライブに行った方は感想とか教えてほしいなと思います。私もちょっと X とかで見てたんですけど、すごい盛り上がってたみたいで、本当はもうしたい MC とかも決めてたのに、また今度の機会に、まあ持ち越しということで、その MC 内容はなので、またライブ今決まってるのは特にないんですけど、があった時には皆さんに来ていただければいいなと思います。よろしくお願いします。バンドとしての活動は今レコーディングをあと1曲というか、まあいろいろレコーディングしてる状況なので、なんかまたもしかしたら近いうちに何かお知らせできるかなと思うので、これからも応援よろしくお願いします。それでは今日はちょっと早いんですけどエンディングです。さて、そろそろシープあるシープの閉店の時間が近づいてきました。皆さんも眠たくなってきましたか？本日ものんのおしゃべりに付き合っていただきありがとうございました。来週はすみませんがもう一回お休みです。申し訳ないです。また再来週はあります。再来週の本日ののんのおすすめは自己紹介パート2です。第1回目で自己紹介をしたんですけど、まあもう一回ここら辺でやっていこうかなということで、私に何か質問したいこととか、ちょっとおこがましいんですけどなんかあったら答えれる範囲でね。で、その放送日が8月31日になると思うので、8月26日火曜日7日の火曜日の昼の12時までに送っていただけると、メッセージをね送っていただけると嬉しいです。メッセージはnonnigq@gmail.com nonnig@gmail.com までお待ちしております。それでは皆さんを夢の世界へお連れします。おやすみなさい。